シュワスマン・ワハマン第三彗星は1930年5月2日にドイツハンブルク天問題のアルノルト・シュワスマンとアルノ・アルトゥール・ワハマンによって発見された周期彗星である。約5.36年の軌道周期を持つため16年ごとに地球に接近する。演実点が木星の外側に位置する典型的な木星族の彗星で近日点は 地球軌道の内側に入り込んでいる。元々の水星核の大きさは直径約1 1トルと推定されている。1930年の発見後に同水星はしばらく行方不明になり、1979年になって再発見された。1995年10月初めに水星核の分裂を起こし、これに伴って大きく増高した。このバーストによって核は AD 核の4個に分裂した。2000年の回記時には AD 核の消滅が確認され、新たに E 核が発見された。2006年4月現在、30個以上の分裂核が観測されている。この彗星は19世紀のビエラ彗星と同様に、将来完全に崩壊して消滅するものと考えられている。そうなった場合には、 水星の符号は 73P から 73D に変更される。水星の分裂角は2006年4月下旬から5月上旬にかけて地球に大接近し、5月12日には C 角が地球から0.079天文単位の距離を通過すると予想されている。最接近時には C 角が2等級、B 角が5等級、E 角が5等級にまで明るくなると期待されていたが、 実際は、核の分裂が進んだせいか、C 核は5等級とまりであった。核の分裂の様子は、地上の天文台及び、ハップル宇宙望遠鏡、スピッツァー宇宙望遠鏡などによって観測され、現在解析が進められている。スピッツァー宇宙望遠鏡は、赤外線撮影により、彗星のダストトレイルの撮影に成功した。スピッツァー宇宙望遠鏡が撮影したシュワスマンはハマン、 第三水星のダストトレイル1930年に地球からこれと同程度の距離を通過した際には1時間に60から70個程度の流星群の突発出現が観測され、ヘルクレスザタウ流星群と命名された。他に、ウシカイザアルファー流星群、ウシカイザイプシロン流星群といった小規模な突発群も同時期に観測され、この水星との関連が指摘されている。しかし、 b a ビーゲルと他による最近の研究では2006年の接近時にはこのような流星が出現する可能性は小さいと予想され結局それらしき流星は出現せずに終わった2002年に打ち上げられた NASA のコンタータータン先は2006年6月18日にシュワスマンはハマン第三水星に接近して探査を行う予定だったが2002年8月に 探査機との通信が途絶したために探査計画は失敗している。ありがとうございます。